和骨です。でんでんさん、ゼロレトロゲームが好きな一人が来場しました。いらっしゃいです。人間さんのこと、お兄ちゃんって呼んでいい？読み上げを開始します。やります。あんこちゃんを起動しました。これは個人で戦うのでレイドじゃないですね。
ゼロプリンセスコネクト RE ティベが好きな一人が来場しました。私なんかに指名が？キルゲンコツはつけましたか？ディメンテアケナンも見てない。まさか10人のあれですか？あら、お疲れ様です。まったりお茶さん。いらっしゃいです。10人バトルですね。ゼロ、グローランサーが好きな一人が来場しました。マジか、結構久しぶりな予感。そして結構やり方を忘れてる。スパンが長すぎて。わら、まったりお茶屋さん。まったり3最近2じゃないことが多いですね、でんでんさん。あ、そういえば、わら、あれはモバイルで使ってますからね。トリコネとかやると、やっぱり、でかい画面が欲しい。わらわら、まったりお茶さん。困った時は、助け合い、ですよ。なるほど、でんでんさん。困ってる人にまた何かあげられそうです。
では、黄色の手、わらわら、まったりお茶さん。ベタが、ではになる、もうきのキーボードポンコツだダメだ、わらわら、まったりお茶さん。買うか、掃除しても治んなそうだな、まったりお茶さん。そこまで使い古したんですね。これは、この間の春花賞のわらわら、まったりお茶さん。こちらコゼット、ターゲットの様子だけどかなり好調みたいね。トレーニングも意欲的にこなしてる。今はレース前に備えてリラックスしてるみたい。もう明日だもんね。調子は良さそうね。端的に言っちゃうと最終追い切りでも時計が出てたし、人気も上がるかもしれないわよ。ポンコツで22ダメ、わら、まったりお茶さん。あら、ドロシーさん、何をおっしゃってるのかよくわからなかったんですが。気にしないで。この人、司令室にスポーツ新聞持ち込んでるガチ勢だから。敵は何を仕掛けてくるかわかりません。最後まで気を抜かないように。ターゲット、そしてお役立様の身の安全を第一にお願いします。めちゃくちゃ公私混同し始めてるじゃねえか。人間さん？ええ、そうですね。私もそこは気になっていました。ゼロ、なぜペガサスさんなんでしょう。スーパーロボット回転が好きな一人が来場しました。どういうこと？今回は頑張っていますが、世間的には終わった人と言われてます。一番人気でもない。なのになぜ彼女だけが標的にされてるんでしょう。確かにそれは気になりますね。もしかしてレースのギャンブルとしての側面ではないところに目的が。望むのであれば、できるなら最上段の F1 の12キーは真四角なのがいい。安いのは長四角になっていますので、まったりお茶さん。私はもうためらわない。諦めの悪くロッコン正義の私かもね。誠くんの彼女、これが私の生き方なのですわ。新しいトロフィーが手に入ったようね。
場には到着していませんよ。もう夕方には出走だっていうのに。何かあったと考えるべきだね。ドロシーとクレア、何かそっちで分かることは？ちょっと待って、今宿舎の防犯映像スフィアをチェックするわ。だからまんじゅうだまんじゅうを作ろう。わら、まったりお茶屋さん、ここですね。馬車に乗って、いつもの馬車と違う。道路上に設置されたスフィアの映像を分析します。場所はこちらで特定しますので、皆様は追跡のご準備を。了解。みんな、もう潜入は終わりだよ。ってことは、ペガサスさんは誘拐されたのです。拙者たちがついていながら、なんという失態。全力で追いますよ。すごいスピードです。昔いろいろやってたからね。もうスピードで馬車を走らせるのは得意なんだよ。なんかもうそうだろうなって感じがすごい。こちら司令室、見えますか？赤い屋根の馬車が前方にいるはずです。了解、捉えた。で、どうやって止める？大丈夫、任せて。私はもうためらわない。ひらめのアルサの映画は私の意味ですね。6本上場します。私がまこと溢れるティンカの知性。新しいトロフィーが手に入ったようね。御社を邪魔して。ゴゼット人形。蛇行運転。でもスピードが落ちてきましたよ。母ちゃんが飛び移る。はあ、標的停止。ゴゼットと母ちゃんで御社を、人間とジキルでペガサスを確保するのよ。嫁にしたかったのか。これが馬娘ちゃんですか、デンデンさん。どいて、コゼット。母ちゃんはこの人を切る。
それどういう意味？状況です。ひどすぎる。最低。でも諦めないでしょ。その息です。ここからは接種をつけて終了まであと5分なのです。30分延長しました。葵先生、いつの間に。親方様の安全を思うと、いても立っても…じゃない…忍びたるもの、神出鬼没なのですよ。わらわら…なんか威厳が足りないな…では皆さん、一斉に装具を解除しますよ。レースまで時間がありません。急いでください。回ってきましたよ。ペガサスさんは3番手です。でジャン様が好きな一人が来場しました。ペガサスの客室からすれば作戦通りって感じね。あ、トップに並んだよ。頑張れペガサスさん、勝ってお願い。行け、意地を見せてやれよ。ペガサスさんならきっと。
こっち。この度は祝勝会にお招きいただきありがたき幸せ。葵先生硬いって。お肉がいっぱいだ。ありがたき幸せ。こっちは私の友達だよ。いつもこうしてみんなでバーベキューやってんの。また将来友達一だな、わら。何回ミリーいたら喜びそう。ちょっと苦手なテンション。ジキルさん、実は拙者も同じくなのですが。ミク様大丈夫、ここは潜入捜査だと思って芝居入れてるで、まったりお茶さん。シグマ、ハオ、こっちも揺れてきてるかも。千葉の方、気をつけて。本当に地震は嫌ですよね、しょぼーん。ウェイ。コゼットと私は割と馴染めそうだな。ペガサスさん、あんなにディマイト漬けになって大変だったのに。レースで勝ったの、大丈夫、すごかったね。北西部が4内北東部になるんで、まったりお茶屋さん。前の落橋の葉、本当に怖かった。本当よね、パドックでも厳しそうな感じだったのに。おかげでも、なんでもない。レースに勝てたのはエージェントのみんなのおかげだよ。本当、肉を焼くくらいしかお礼できないけど。十分です、お肉があればそれで。落ち込んでない？トレーナーのこと？平気平気、むしろ私の才能が枯れたわけじゃないって分かったんだから、これからどんどん走っちゃうよ。人間さんが新トレーナーになるって言い出してるけど。人間さん、親方様、
ことと次第によってはお分かりですね。怖いよ。やばいね人間、これは消されるよ。やっぱり葵さんが最強の忍びなんですね。ちなみにペガサスって実在馬がいたはず。あ、13分の3に走ってる。賞金6666万円確変だった。まったりお茶さん。シグマ A の王、戦ってるとこを動画にしていい？ミーがいれば勝ち確ね。星の輝きを。ラフロスコン、これが私の生き方なのですわ。私が溢れる銀河の知性。ロスコン、少女一瞬で終わらせてあげる。そこまでエディミッチのみんなの子供だよ。世界最高のクロリード。無理しすぎたかな。一瞬で決める。ロスコン。
コン商業しないで私に勝った打ちかましてあげるわ。妖精の魔力感じ、私が受け出す準備をなくて揺れるティンカのこの思いが貫かれた宇宙って感じに誤ったかしら。銀の星のオンカバラする、抜け出す準備はできてる。よろしい、私はもうためらわない。ここで一気に攻めましょう。エミリーだってグリグだよ、一瞬で決める。世界反応、私はもうためらわない。ぶちかましてあげるわ。ちょっと調子に乗って、リンガルメイクディスカイト、ロッコン昇上します。銀の星の輝きを打ちかましてあげたい。私の生き方なのですよ。エミリーなのでバーツにレイクたまにいるのが落ちるので頑張りたいですね。まったりお茶さん、ロッコン少女あふれるミロカの犠牲、ロッコン少女たちは私が守る。私はもうためらわない。ビー落ちた時は嬉しいです、ね、エミリーだってテイクリルだよ。完璧、あふれるティンカの知性、ロッコン昇上します。銀の星の輝きをここで一気に攻めましょう。隙は見逃さない。ドロシー世界さんの奥の手よ。ひらめの悪さならおとぎ一かもね。エミリー、ロッコン昇上します。これがエミリーだってグリグだよ。よく打ちかましてあげるわ。オンカバラする、オンカバラする、これ打ちかましてあげるわ。世界さんの奥の手よ。あ、エミリーだってグリムだよ。ペガサス流星双方、一瞬で決める。この調子でエミリーモテモテだよ。ふわ、
裏で10人バトルすればいいか。次のソシャゲに。うん、何回かやってるとたまにポロって出ますからね。いいの、まったりお茶さん。来場者数13名様、コメントご視聴ありがとうございました。では一旦オツです。デンデンさん、来てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。まったりお茶さん、お疲れ様です。